中止となった3日ぶりのゲームとなったベイスターズですね。しかしながらそのベイスターズ、今日ドラゴンズに終始主導権を取られました。10対5でドラゴンズがベイスターズを下しています。強い風の中でのゲーム、立ち上がりその風の影響もあってか、1番の荒木のショートゴロを石井拓郎が一塁にまさかの悪送球、これで幕を開けた今日のゲーム。一つのミスが相手に流れをやってしまうこともありますしね。そうですね、両チーム14安打ずつを打ちましたが、ドラゴンズが10点、一方の横浜ベイスターズが5点と。まあ、しかし先日神宮球場で22安打16得点を挙げたベイスターズ、まあ、今日のゲームもこれまた14安打打ちましたので、次に向けてまたそれぞれ個々がだんだんこう状態が上がってきているというところは言えるのかもしれません。そうですね、まあ、あの西にしてもよく触れてるし、はい、まあ、近所も今日3本打ちましたね。そうですね、ビグビーも相変わらず感じは良さそうですから、はい、やっぱりあとはそのチャンスでいかに効率よく点が取れるかと。そして横浜スタジアムの、はい、ドラゴンズファンの皆様、今日のヒーローインタビュー、井端選手です。井端さん、いいところでいいヒットが出ましたね。ホームランの打点しかなかったので、タイムリーが打ててよかったです。まずは3回勝ち越しのタイムリーが出ました。渋いヒットでした。そうですね、荒木がツーアウトから出てくれたんで、積極的に行こうかなと思いましたけど。井端さんと荒木さんで1点、大きな1点でしたね。そうですね、同点だったんで、チャンスを広げようと思ったのがね、結果的に荒木がよくホームまで帰ってきたんでね、嬉しかったです。これでドラゴンズファンの皆さんも相当盛り上がったと思いますよ。そうですね、まだ自分の状態がね、いまいち上がってきてないので、これをきっかけに明日以降打ちたいなと思います。さらに6回には試合を決定づけるタイムリーも出ました。今日は2安打で3打点ですから、やっとね、新聞に1じゃなくて3、4になるんでね、そこだけが恥ずかしかったんで良かったです、はい、なかなかこう打点も、ね、上がってこないところでファンの方も心配してると思うんですけど、これで乗っていけそうですね。どんどんチャンスで打っていきたいと思いますので、期待してください。そしてチームも今日は14安打で10得点、いやー気持ちいいですね。こういう試合をね、毎試合できるよう頑張っていきたいと思います。これでチームも一気に乗っていけそうですね。これからね、全試合勝つつもりで、連勝していきたいと思います。これからも期待しております。頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました。今日のヒーローインタビュー、井端選手でした。というヒーローインタビュー、井端選手を聞いていただきました。意外とその打点が1しかなかったということを気にしてたんですね。そうですね、まあ、2番バッターとしては珍しいですよね、まあ、でも今日は本当に貴重な3打点ですよね。そうですね、はい。まあ、ホームランによるその1打点しかこれまでなかったということで、今日はタイムリーヒット、このタイムリーを2本打ちました井端選手のヒーローインタビューでした。それでは今日のゲームのハイライトをご覧いただきましょう。3回表のドラゴンズです。ランナー荒木を置いて井端が左中間へ、荒木は1塁から2塁3塁を回ってホームに帰りました。さらに井端を二塁に置いて二軍下の当たり、これで3対1とドラゴンズがリードします。4回の表ドラゴンズ、森野に一発が飛び出しました。第5号のツーランホームラン、これで5対1。
日本の横浜は4回の裏、佐伯のセカンドゴロで1点。これはしかし荒木のファインプレーでした。6回の表の中日です。ランナー満塁の場面、井端、今日2本目のタイムリーはレフト前に抜ける2点タイムリーヒット、7対2とします。さらに中日7回表、ルーキー小林から中村範博、レフトスタンド第5号のツーランホームラン、9対2とします。7回の裏の横浜、村田のセンター前へのタイムリーヒット、9対3。さらに8回の裏、横浜は吉村勇輝、ライトスタンドへ第5号のソロホームラン、これで9対4。しかし9回の表、高卒ルーキー佐藤翔馬からイ・ビョンギュがセンターバックスクリーンへ第2号のソロホームラン、10対5でドラゴンズがベイスターズを下しました。